パンドーロパンドーロパンドーロはイタリアのベローナの名家である。パネットーネと共にクリスマス特有の菓子の一つでしばしばバニラの香りがついた粉砂糖をまぶして食べられる。生地は柔らかく卵由来の黄金色でバニラの香りである。形状は先端のない塩水型で星型にえぐれていて通常は8つの頂点がある。材料は小麦粉、砂糖、卵、バター、 カカオバター、交互である。作成技術は特に複雑で、多数の作業工程を経て作られる。ちなみにドライフルーツが入るものは、パネットオーネと呼ばれるが、こちらは、ミラノのメーカーである。一説によると、パンドーロの歴史は古代ローマに起源があると言われている。当時は卵、バター、オリーブオイルと、様々な小麦を混ぜ合わせた、最高級の小麦粉が材料として用いられていた。 現代につながるパンドオロのレシピは13世紀にベネツィア貴族の宮廷で出されていたペインデオロに由来している。中世の時代、甘いパンというのは特別に貴族たちへと納められるものであった。卵、バター、砂糖に蜂蜜がたっぷり使われたこのパンは王宮で重宝され王のパン、または黄金のパンとして認知されていた。また、 元々の製法はオーストリアで研究され、そこでウィンのパンと呼ばれていたものに由来するという説も存在する。さらに、ベローナ伝統のクリスマス菓子である、ナダリンにルーツがあるとする説もある。ナダリンは今日のパンドーロと比べるとバターは少ないが、パンドーロと同じく星に似た形をしているため、これを支持する声も多い。17世紀ではマリア・チェレステが、 自身の父であるガリレオ・ガリレイに宛てた手紙の中に、小麦粉、砂糖、バター、そして卵で作られた王のパンについての記述がある。18世紀に入ると、パンドーロに関して言及した書物が多く、記されるようになり、1894年10月14日、ドメニコ・メレガッティは、ベローナにおいてパンドーロを生産する皇帝の特許を取得した。現在、 パンドーロを主要な製品として販売している会社の代表格としてメレガッティ株式会社が存在する。メレガッティ株式会社は前述のドメニコメレガッティによって1894年に設立され創業当初からパンドーロを取り扱っている。またパンドーロ以外にもコロンバやクロワッサンなど多種多様な焼き菓子を販売しており、製菓会社としては 世界的な規模を誇っている。名称の由来については、諸説存在するが、名称の起源に関する明確な証拠は残っていない。よって、由来についてのいずれの説も物語の意見を出ることは、ないが、一般に語られているものとして、大きく分けると三つの説が存在する。一つ目は、ベネツィア共和国の習慣に関連している。かつて、ベネツィア共和国には、 富の証としてお菓子の表面を金箔で覆うという習慣が存在しており、そこからイタリア語でパンディオーロという名前がついたというものである。二つ目はベローナの老人たちが子供に語り聞かせていたおとぎ話の中で登場する天使が食べる金のパンと関係があるというもの。三つ目は 一回の使用人の命名に由来するという説で、ある若き使用人が、この卵をふんだんに使用した黄色いお菓子を見て、金のパンだ。と思わず、叫んだことに起源があるという説。これらすべてに共通しているのは、パンドーロという名称がその色に由来しているということだ。味も材料もシンプルなパンドーロであるが、その生産工程までもがシンプルであるわけではなく、多くの時間に加え、 かなりの手間と労力を必要とする。以下は、イタリアにおいて、最も一般的なパン道路のレシピである。材料は、小麦粉 450g、卵3個、卵の黄身1個、砂糖 140g、バター 170g、牛乳 100ml、バニラの実1つ、塩少々、ビール酵母 20g で、まずは、砂糖、酵母、卵に小麦粉をこね合わせることから始める。 出来上がった生地は少なくとも2時間は寝かせる。次にバターを足して、さらに小麦粉、卵、砂糖を加えた後、また2時間寝かせる。この時点で生地を折りたたみ、他の材料を加えて、さらに30分寝かせる。そこから型に詰めて30分から1時間寝かせた後は、加熱処理の段階に入る。最初は190度、途中から160度にオーブンを調節し、 40分間加熱する。最後にしっかりと冷ましたパン道路に粉砂糖を振りかければ完成となる。ありがとうございます。